でも本当にもアマチュアの時からすごい皆さんにこう応援してもらって支えられてっていう感じだったので、もう常に遠征行くと、まあ基本一人でアマチュアの時から遠征に行ってたので、一人で行ったら常にもう友達は作ってました。だけど同級生じゃなくておじさんおばさんの もうみんなに可愛がってもらってた感じで知らない人から炊飯器借りたことあります？す。炊飯器借りたことあります、あります。ゴルフ場で出会って、で、炊飯器借りました。まあ、1年目だったんですよ。で、まあ、パームスプリングスで練習していて、そしたらメンバーさんがまあ、たまたま日本人の方だったので、まあ、練習場で初めて出会って、で今日、まあ、練習ラウンドするんですって話から、で、じゃあちょっと、もしあれだったらグリーンのこととか教えて、ちょっと癖あるじゃないですか、あそこ。だから教えてあげることもできるよって言ってもらえたので、で、じゃあよろしくお願いしますという感じで、まあ、一緒にこうゴルフ場の、まあ、癖を教えてもらいながら、まあ、ラウンドしていく話の中で、まあ、ご飯作ってるんですっていう話をして、で、そしたら「じゃあ、炊飯器内でどうしてるの？」っていう話から、一応お鍋で炊いてますって言って。そしたら、もしよかったら使ってない炊飯器あるから使えますかって言われたので、で、まあその流れで じゃあ よろしくお願いしますって言って炊飯器借りることになりました炊き具合はどうでした？はい、よかったです。甘いインスピレーションじゃないですか。そうです、そうです。はい。甘いインスピレーションの前になるのかな。クラフトナビスコの時かな。そうですね。はい。まだナビスコの時ですね。はい。コーチとかはいはい。選手ではなくてはい。メンバーの方にはい。そうやってコース聞くことってあります？あ、でも、あります、あります。はい。なんかやっぱり、その、メンバーさんとかの方が逆にコースの癖とか分かったりするので、まあそういうので教えてもらったりとかあります。炊飯器いつ返しました？多分はい。ね、記者さんが見てたと思うんですよ。そうなんですか。 でも試合終わって返したと思います。はい。ゴルフ場で多分炊飯器そうです、そうです、そうです。はい。ゴルフ場で名前書いてで預けました。 ハ